すごい激励聞きますけど、うん、あの嫌いな選手います？ NG なしって言いましたね。NG なしって言ったから。嫌いな選手言わせないでください。なんで聞きたいんだって。カイ君ってほら、うん、いい人キャラじゃないですか、うん、キャラじゃないよ、いい人、いい人キャラじゃないですか、うん、でも噂で言うと実は忍家よりカイ君の方があれなんじゃないかっていう噂ちらっと聞いたんですよ。何それ、ね、変な噂だよ多分。本当ですか、うん、だからちょっと聞きたいですけど、うん、嫌いな格闘家誰ですか？嫌いな格闘家、うん、本当に考えるわ、うん、え誰が嫌いそうだね。じゃあだからそれを知りたい。俺なんか 言ってるのがあるの？それ誰か嫌いって格闘家で、うん、俺多分ないって言ったことない気がするんだよマジで。え俺全然嫌いじゃない。全然嫌いじゃない。言ったことないし。結構自分で言うのはなんですけど、うん、俺はなんかその大会全体のことがいつも考えて試合するしプロモーションするしみたいなやってるんだけど、ね、考えてない人いるじゃないですか。いますね。そういう人は嫌いです正直。ちなみに誰ですか？誰悪いぞ。気になる。気になりますね。いやなんかパッとね思い浮かばないけど、まあいるじゃん結構たくさんそういうさ。若い子言わないつもりもしてるね。クルーちゃんよくない、よくない。よくない。悪いぞ。言わないつもりだこれもしかして。悪いぞ。NG らしいって言ってましたよねさっきね。言ってました。だからあれよ、誰だろう、誰だ。そうっすね。カットカットカットだこれ。悪い。カラを破りましょうよ。じゃあカラ破ってカイ君もう一歩カラを破って新しいカイ君をみんなは見たいんですよ。じゃあ別にさ俺素でもいつもいやいつも素ないよ本当に。本当かな、なんか鋭いっすねくるみさん。聞きましたよ実はカイ君の方が、うん、あいつも上手いって上手いんだって。で誰が嫌いなんですか？俺ね、うん、俺人の悪口言う人嫌いなの。あだからさ、じゃあ悪口じゃないですよ嫌いって。嫌いって悪口じゃない。全然悪口じゃない。悪口じゃないか。じゃあ P 入れるから言ってください。え、ちょっと待って。入れるわけじゃない。やばい、タンが。あ、タン忘れてた。タンが乾いちゃってちょっとつらたんだね。P 入れた方がいい。いや、P 欲しいですね。こういうところは絶対に残します。まあ、カイ君はまだ殻を破れない。違う。結果まだ違うやん。まだカイ君は殻を破れない。カイ君悪いですね。そうなんですよ。違うよ。別に本当に俺ね、そうなんか思ってないの。嫌いよ。いい人ぶりたいとかじゃないよ。全然信じてない。なんかこいつ、いい人キャンペーンまた始めた。滝沢健太です、何もなく持ってない僕が本命名声から全てを持ってる朝倉海選手から全てを奪ってやろうと思ってます、滝沢健太の成り上がりに注目してください。押す、そうですね、まず準決勝楽なりでしたなっていう、率直な感想と、まずこのトーナメントは、まあ、僕の中では優勝して当たり前だと思ってるし、あの通過点だと思ってるんで、まあ、他の3人とレベルの違いをしっかり見せて、必ず優勝します。楽しみにしてください。グランプリの4選手にお伺いしたいと思います。1日に試合のグランプリを勝ち抜いて優勝するポイントは何になると考えますか？はい。ポイントを、まず、全然問題ないけど、まあ、根性で、はい、やればいいと思います。やっぱり気持ちだと思います。まあ、嫌いです。はい。まあ、いかにダメージを負わないように、戦うかっていうところと、まあ、本当に最後は、気持ちの戦いになってくるかなと思ってます。まあ、なんか、楽なんというか、いかにこうダメージを負わないって、今言ってたんですけど、まあ、それ考えてる時点でちょっとマグに入ってるかなと思ってるんで、まあ、ガンガンバチバチやって倒してやろうと思ってます。前回準決勝の後にちょっと、まあ、右拳の負傷っていうのはちょっと心配だったんですが、
今後の回復状況ですとか、今の練習状況について教えてもらえますでしょうか。今は全然問題なくて、普通にパンチ打ってるって全然大丈夫です。完璧な状態で準決勝決勝になれると思います。しっかりもう骨もくっついて、感知してるので、問題ないです。両選手ともに質問ですけど、決勝戦に、反対バックから、上がってくると予想する選手は誰でしょうか。今誰が上がってきてもいいように練習してるんで全然問題ないんで誰が上がってきてもいいです。朝倉選手が上がってくると思います。どっちかわかんねえなと思ってて、大久保選手が勝ってくれたらリベンジになりますし、井上選手が勝てば、優勝候補って言われてるんで、美味しいなと思ってます。大久保選手が勝ってくると思います。実力的には5秒前かなって思ってるんですけど、なんかその井上選手が大久保選手を KO とか一本できるイメージはわからないのと、なんだろう、その組力とか大久保選手が強いんで、判定で勝つのかなっていうちょっと予想してます。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ファイティングポーズをお願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。したら皆さん全方位を集まりください。お疲れ様です。いろいろマニアです。来年はありがたいです。と会はと名前強いけどもう私が思います、ね、弱いですね。もうさっきに話したね、友達に話したけど、あ、盆栽の力になったけど倒したいですね。もう私はもう家族、盆栽は僕の家族に、もう私が家族に喧嘩しないでね、もう私、私らのもう思いますね。今日僕の家族守るね。と私は起用と、決まるかしたいします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後に朝倉海津選手お願いいたします。そうですね、今盆栽の選手がすごい勢いがあって、クレベル選手や朝倉選手が強くて尊敬してたんですけど、なんか一番弱い盆栽の選手が勘違いしちゃってるんで、なんでちょっと分からしてるかなっていうか、ちょっとボコボコにしてるかなと思ってます。楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。大選手です。続いて2番のカードを引いた方は誰なんでしょうか。なんと朝倉海選手です。さあ、朝倉海選手は渡辺選手の目の前を通過するのか、それとも隣に座るのかどうでしょうか。おお、早くも体勢が決まりました。まだ確定ではありません、まだ確定ではありませんが、この H のラインに座りました。なんと相手が言うならばそこに行こうという一直線でした。朝倉海選手です。まだ日本ではありませんが、まず渡辺選手5年に座りました。さあ、続いて朝倉海選手にはファイナルディスティン、この状況を見て自分がどこに座りたいのかを改めて選んでいただくことが可能です。もちろんそのままで OK ならばそのままでも大丈夫です。さあ、朝倉海選手ファイナルディスティン使いますか、それとも使いませんか。どうしましょうね。どうしますか。でも同じ条件で勝負したいんで、はい、このままいきましょう。今度はファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサーですね。では決定です。この順番で決まりました。この1回戦8カードになります。そうですね、まずこのトーナメントを出場するのに結構悩んだんですけど、やっぱり前リング上でも、話した通り、負けた状態でね、海外に挑戦するのもすごい違うと思うんで、
まあ、ここは圧倒的に優勝して、タイトルの挑戦にしたいと思います。で、まあ、僕が勝ち進むことで、いろんな格闘技が一番盛り上がるかなと思うので、必ず、まあ、優勝は通過点で、その先を目指していかないといけないと思います。で、まあ、1回戦は誰でもだったので、すぐ決まらないとやりました。以上です。